こんにちは、ピアニストのエヴァです。 YouTube を始めて3ヶ月が経ち、レッスン動画もこれで今回16個目になりました。演奏する時の上達のヒントとなるものをご提案できたらと思い動画をアップしてきていますが、いろんなピアニストさんに見ていただき、コメントやご意見をいただけてとても嬉しいです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。さて、今回はクレッシェンドについてお話ししたいと思います。皆さんもご存知かなと思いますが、クレッシェンドはイタリア語で、日本語にするとだんだん強くとよく表記される音楽用語です。作曲家が曲の中で音の幅や厚みを広げたいときにこのクレッシェンドを表記しています。このクレッシェンドのやり方一つで演奏を大きな波のようにダイナミックに感じさせられるか、単に強いという直線的なイメージだけ伝わってくるか、技術によって演奏の印象をガラリと変えることができる部分だと思います。クレッシェンドをするときに一番気をつけたいのが、若い子だと特にですが、クレッシェンドの文字が楽譜にあると大きくすることよりもまずとにかく速くなりやすいです。それはクレッシェンドという言葉のイメージゆえに勢いを使って音を強く鳴らそうとしてしまうからだと思います。でも実際それだとピアノの楽器が十分にちゃんと鳴ってくれないことがほとんどです。今回は弾いていてクレッシェンドが楽しくなるポイントを3つご紹介したいと思います。 1. グラム数の変化、 2. ふさわしい呼吸、 3. 左右のバランス。この点についてレクチャーしていきたいと思います。では最初に1.グラム数の変化をつけられているか。先ほどもクレッシェンドがあると必要な強さより速さを使ってしまう方が案外多いというお話をしましたが、その多くの場合指先に乗せる重さが足りていないことが多いです。クレッシェンドなので厳密に言えば幅を広げていくために少しずつグラム数を指に足していくような感覚があった方が音の厚みは自然と生まれやすいです。大きくしたいのに瞬発的な動きを使っていても、鍵盤にかかるグラム数がもし変化していなかったり、コンスタントに重さを足せずムラのある状態だと綺麗なクレッシェンドというのは作りづらいです。そのためにクレッシェンドをしている途中で必要な打鍵の角度が取れているか、指の付け根の動きを足しているか、二の腕の可動域は広がっているかなどチェックしていくことがとても重要になってきます。次に2、クレッシェンドの範囲の中でふさわしい呼吸が選べているか。これは音大生でもよくある話なのですが、例えばクレッシェンドと同時に音が増えて技巧的になっていくと、弾いていて難しいから指を動かすことに集中してしまって奏者の呼吸が止まってしまうことがとても多いです。強くしようとするとき呼吸を止めがち。でもいろんな動画でもお伝えしてきましたが、呼吸を止めると体の動きってやっぱりコンパクトになるんですよね。コンパクトになるとやはり重さを扱えなくなるので、質のいいクレッシェンドは生まれません。指にかかるグラム数をしっかり足して呼吸もそれ相応に増やしていけると、魅力的な広がりや世界観を実感していただけると思うので、ピアノが楽しくなると思います。当たり前に感じると思いますが、声楽や管楽器はクレッシェンドの時呼吸を増やして演奏します。ピアノもそれがとても大切です。最初に呼吸が多いと増やすことはできないので、初めに頑張りすぎていないか注意することもとても大切です。なのでどんなに指が難しいパッセージを弾いていても、呼吸の量が増やせているかを確認することをおすすめいたします。最後に3、左右のバランスを考えられているか。いろんな生徒さんを見てきて感じるのが、左右でクレッシェンドの量や質が違ってしまうことが多いということです。もちろん旋律、対旋律、伴奏などの弾き分けをすること、それぞれのふさわしいイントネーションを作っていくことはとても大切です。同じボリュームで弾くという意味ではなく、方向性が両手同じ時にはクレッシェンド左右の比率を合わせていく心がけが必要なのかなと思っています。
例えば右手はクレッシェンドしていても左手が全然膨らめていない、結構起こりやすいです。あとは右手の高音域が十分に鳴らせていないなどもよく見られます。基本的にはクレッシェンドでは右手左手どちらも合わせて一つのラインを描く心がけが必要となります。そのために左右のバランスへの意識、そして以前挙げたような重心の位置を変えていく意識が必要なのではないかと思います。なので私のレッスンではよく効果的に聞かせたいクレッシェンドは片手ずつクオリティを高めながらより良い音作りを目指しています。まとめます。1. グラム数の変化をつけられているか。 2. クレッシェンドの中でふさわしい呼吸が選べているか。 3. 左右のバランスを考えられているか。クレッシェンドが出てきたら練習の中でこの3点についてぜひ気をつけてみてください。今回はここまでです。演奏をプロっぽくするか否かの差を生むクレッシェンドの技術についてお話ししてみましたが、いかがだったでしょうか。音楽の世界観が広がるようなきっかけになれたらとても嬉しいです。よかったら動画へのいいねとチャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイ。